ごめんな。全然。ありがとうございます。ちょっとさ、マッサンの看護師あるあるが今バズってるやんか。それで、まあ、私も相方としてもう一個今注目されてるうちにあるある、私のあるあるぶつけて、ではコンビでバズるのが一番ええんかなっていうのがあって。なるほど。で、まあ、私の中でも一個これいけるんちゃうかなっていう、共感されるんちゃうかなっていうのがあるから、で試しにちょっと撮ってみたいの。あ、そうなんや。それ見てもらっていい？あ、全然。すみません。ちょっと。あ、結構伸び張りましたね。そうですね。結構。今日どんな感じにします？どうしようかな。結構もうバッサリみたいなって感じなんですけど、はい、どうしようかな。カタログかなんか見ます？あ、いいですか。はいはい。結構ここら辺とかが今人気ではありますね。あ、ここら辺。なるほど。ゆうちゃんな、毎日自撮りあげてるやんか。毎日あげてんな。毎日あげてるやん。しかもな、まあげんのはいいけどさ、4枚ぐらいなんかちょっとだけちゃうやつあげてる。ああ、げてほぼ一緒やねん。そう、いいね3とかですね。あれが切ないよな。うん、ほんまに。せめてそのいいねがいっぱいついとったら。あんたさ、ん、ちょっとぐらい髪の毛伸ばしてみてもええんちゃうん。いや、伸ばせん伸ばせん。いや、一回ぐらいしてみや、かわいいで。いや、かわいいね。もう、短い方が似合うね。いや、違う、あんた一回ぐらい伸ばしてみて。一回も伸ばしたことないやんか。いや、もうちっちゃい時一回伸ばしてたよ。ちっちゃい。せっかく。似合わへん、似合わへん。はぁ、もう、かわいいと思うけどな、お母さんは。刈り上げてるじゃないですか、うん、で自分では気に入ってるんですけど、うん、めっちゃ男性受け悪いんですよ。あ、そう、はい、いや俺は結構刈り上げてる女の子好きやけどな。あ、ほんまですか。いや、ええと思うけどな。あ、ほんまですか。全然。あ、ありがとうございます。いやまあでもこれ私ら刈り上げてないしあんまりわからんよな。そうですね。